おはようございます。アンドこんにちは。今、歌舞伎くん、目覚めました。はい。えー、元三浦様、ありがとうございます。あの自分だけスケートをしていていいんだろうかと、自問自答の生活だったのね。つ、え、ら、ー、い思いをして大変でしたね、えー。それを乗り越えて頑張ってきたのね。だから震災への思い、感謝の気持ちが強いですね。よく乗り越えてきました。いつも周りへの気遣いが。 涙が出ました。あの羽生結弦選手への温かいコメントですよね。えー、本当にあの東日本大震災の時も、羽生選手自身がです、ね、あのスケートをやっていていいのだろうかというふうにおっしゃっていて、まあ、それをやっぱりこう乗り越えながらね、あの選手ってスポーツ選手って、もちろん技術もそうですけども、その技をね乗り越えていくっていうのもそうですけど。 あのまあ、周りの,その、ね、周囲の,その状況ですよね、今まさに東京オリンピックがそういう感じで、えー、新型コロナの中、ね、あの東京オリンピックなんか開くべきじゃないんじゃないかっていうところで、そういったその選手は私たちがその東京オリンピックに出ていてもいいのだろうかと思っちゃうわけですよね、で羽生選手も以前、やっぱり2011年、2012年シーズン、そのように思われていたとかいことを考えると、あ選手っていろんなそのプレッシャーとかを、ね、超えていかなければいけないんだなって思うんですよね。うん、そういうい なんかそれでも羽生選手は周りのような気遣いを忘れずに精進されてきたというのは本当、すごいことだなって思うんですよ羽生結弦さん、常に周囲に気を使いながらファンへの感謝を忘れずに素晴らしいなと思います。 はい、ええー、そして続きまして高橋様からもお便りいただきました。いつもありがとうございます。えっとベルギーにいるカブ君がミシンをかけながら羽生選手のことを語るのを見て、えー、昭和生まれはネット世界に今さらながら驚きます。えー、そして羽生選手を称えていろんな話題を皆様で、えー、話し合えるなんでね。ええカブ君本当にありがとう、えー。羽生選手はきっと引退後は現役時代よりも輝くでしょう。 ファンは心の底から幸せを願っているし、天地の神々がお守りくださっているように感じますという温かなコメントですね。ありがとうございます あのー、羽生選手はきっと引退後は現役体が輝くでしょうっていうところすごく僕響きましたね、あの実は僕もそう思っていて、現役引退っていうのは終わりではなくて始まりなんじゃないかなって思っているくらいなんですよね、であと現役の引退なんですけど、僕まだ先になるんじゃないかなって思ってるんですよね、まあ、羽生選手はどのように思っているかっていうことはあのー、あ分かりませんけれども、ただ4回転、じギュッ。 技術的な話をすると4回転アクションの先にはねまだまだ羽生選手こだわりがあるんじゃないかと思うのでちょっと僕そこを楽しみにしていきたいと思ってますはいで現役引退の後はですねあの学校を作ったりとかねそういったあの羽生選手フィギューアス作ってかかったりとかあと羽生選手の声が素敵なんであの俳優とかもねやるんじゃないかなと思ってもいるんですよね本当に楽しみだなと思ってますはい えこれからもですね、あのー、羽生結弦さんの素晴らしさ、皆様と共有できればなというふうに思っております、はい、そして高橋様、続きのコメントですけれども、そういえば大阪なおみ選手が日本人初のローレース賞に輝いたのに、ニュースはあのー、実にあっさりしていて、がっかりしたのは私だけ、羽生君、何か知っていたら教えてくださいねと。 いうことなんです僕ね、ごめんなさい、あの知らなかったんですよ。全く知,な知らなかったんですよね。あのローレース賞に輝いたっていうのは、ちょっとちらっと聞いたんですが、それに対するその周りの感じがあ,のあっさりしてたっていうことは、ちょっと知らなかったんですよね。なんだろう、スポーツに対する風当たりですね、今、あんまり良くないのかなっていう感じがあるんですよ。 オリンピックもそうですしなんかスポーツに対してなんかこのご時世スポーツやってるなんていうふうに思う人がやっぱ多いのかなと思うんですよねでも昨日もちょっとお話しした通りそのまあ、えー、政府がそのね困窮している人たちに対してのそのお金を渡せなかったりとか、えー、不十分なんですよね。ででベルギーその点素晴らしいなと思ううんんすよね、うん 海外からしてみると日本はそのホームレスになってもほっとくようなあの先進国なんですって本当にありえないんですよね。ベルギーなんて言ったら本当にあのホームレスだってあのちゃんとお金支給されますしあのまずホームレスが出ることがダメなんですよね。日本は本当にそのなんかそういったところがちょっと心ないなっていう部分ありますが税金がね税金がまあ日本の場合10%で高いっては言われてますけどでもベルギーなんて言ったら本当50%。あの あの個人事業主はね50%近く取れられますからね。 はい、なんでめちゃくちゃ高いんですよ。まあ、それもあって福祉が安定してんのかな？っていう印象はあるんですけど、まああのなせね。日本はあのそういったところが、ちょっとやっぱり福祉的先進国の中ではまあ厳しいかなっていう印象はありますよね。アメリカでもまあ、アメリカも結構厳しいみたいなんですけどね。まあ、結構、日本はアメリカの影響を受けてるのかな？っていう感じはありますが、まあ、ヨーロッパと比べるとかなり福祉に関してはまあ冷たい部分があったりするかなっていう印象があります。例えばもう一つお話をするとあのベルギーってですね。あのまあ例えば生活保護をもらった後はです、ね。は あの日本の場合はあのなんか高級品を持っているの禁止じゃないですか例えばあの高級品の腕時計とかを持っているの禁止ですよね生活保護をやっているとこうな,んかなんでこんな,かこんなものを買ったのとか言われますよねでもベルギーってそれないんですようん、あの物と値段っていうのはないんです、ね、あの物ののに対して人というのは思い入れがあるわけですね例えばいく高いとか安いとかで持っているわけではなくて私はこれを物が好きだから心があるから心で買っているんだ だから許されるんですよ。でも日本はあのこれって価値高すぎるよね、売りなさいとかね、没収されるわけですね、そのそれないんですよ、うん。だからそういったところが間違うんですよね。うん そう,まあ、そういったところを置いときまして、だから何の話をしたかったのか、ちょっと話がずれてるんですけども、あのまあ、そういった風当たりですね、スポーツ選手に対する風当たりがかなり悪くなっているっていうところは、まあ、残念なのか、まあ、どうなのかっていうところあるんですけども、まあ、僕の中ではね、個人的な感想を言うと、まあ、ちょっと残念かなっていう印象がありますね、スポーツ選手はねあの、コロナ禍で盛り上げていく唯一の存在かなというふうに僕は思ったりするので、はい、ちょっと残念だなって思うんですけどもね。うん、はい え続きまして、飯田様ですね、ちょっとお待ちください。はい、えー、それではね、一旦こう息を整えてから、えー、コメントを読んでいきたいと思います。飯田様コメントありがとうございます。パダンパダンですよね、羽生選手、でもね、あのパダンパダンね、そのフィギュアスケートにね、あのどうなんだろうっていうとこありましたけれども、僕ね、ぶっちゃけると言っちゃいますけど、宇野昌磨選手に似合うんじゃないかなって思っちゃったことがあるんですよ。ああのの昨日ね聞いてたらあの 選手と、ね、演技とこのパタンパタンを切ってたらこれ宇野昌磨選手の方が似合うんじゃないかなってちょっと、ね、思っちゃったんですね、そういう時期に言っちゃったんですけどもね。はいえー、パタンパタンとはピラフが曲に合わせて何にかに口ずさんでたのを指し手を見、えー、つけた曲ということなんですよね。えー、のびれる足音を パダンパダンという意味のない、えー、関東詞で,す、ね、で表した人間の深層心理をつく風変わりな心理だったと、えー、最初に聞いたときは背後から何か来る迫りくる感じを受けそれが彼女の、えー、過去なのか何なのかよく分かりませんが切迫感を感じました、えー、スケートには合うと思いますよと何、えー、となく調べたらパダンパダンをあえて言うなら運命のメロディーとはありましたぴったりな表現だと思います 出版に当たってはトラブルがあり、えー、正しがてがあります。えっと、この曲はエディットピアークのためだけに書かれた曲であると,ということなんですよね。あのフィギュアスケートって結構その明るい曲よりも暗い曲の方があのマッチングすることが多いらしいんですよ。あのま,あまずフィギュアスケートって冬の競技ですね寒いですよね。それから氷のリンクが白い、そして青い感じがしますよね。そうなってくるとなんか寂しい音楽の方が、なんかその。 響響くくととといいうううう、かか、ね、ね。心に響くっていうかあの踊りと会うことがあるんですよ、ね、そうだから結構そのこのエディットピアークの曲ぶっちゃけうなマのフィギュアスケート合うかなと僕は思うんですが、まあ、それはね、それぞれの意見があったりはすると思うんですけどもね、はいえー、っとでもね僕ぶっちゃけ言うと宇野昌磨選手になんか似合うかなってちょっと思っちゃったんですよこれもう正直に言いたいんですけどもなんかその重厚感とかねエッジのこう深くこう入っていく感じとか少し似合うかなってちょっと思っちゃったんで、はいえー、滑っているところを想像しちゃったってあるんですけどもね。 うんはいえー、そして、えーと、飯田様、続きのコメントに出てきます、ねえー、どこかの動画でビット選手、カタリナ・ビット選手の話題があったかと思いましたが、トリプルループは87年の世界選手権で飛んでいましたと。 あのトリプルループやったんですよね。で、まあ、彼女はまあその伊藤みどりさんのレベルがまあ、ジャンプ的には高いのにもかかわらず、えー、まあ表現力が高いということで、その勝ったということだと思うんですよね。前年、アメリカのデビートーマスに世界選手権で敗れたので。 入、えーはい、入れ、えー、入れててききまませんでした入れあ入れてきましたたオリンピックではやっていませんでしたが、えー、北米メディアが批判するのは優勝候補がアメリカのトーマスだったせい2位に入ったのはカナダのマンディ選手だったこともあります批判の内容には表情でただ止まって手を振っているだけで、えー、それが何秒もあったとちょっとこれちょっとマーカー引きますねあ,のあまりにもこう面白いんですねあの昔で結構止まってこのパフォーマンスをするっていうねことが表現力に入っていてそれって 氷の上で踊ってるんだからあの表現力として認定するべきなのかどうか止まってるってことはつまりあの休憩しているっていうことじゃないですかだけどそれがこう手をこう美しくやって止まってることによって逆にこうね注目を浴びるっていうね あの滑ることによって表現力を見せるんだけれども止まると逆にあの注目逆にされるんですよね逆にねあの氷の上だから滑ることが普通だからねなんか止まると逆にその注目が行くっていうねあの何て言うのかな矛盾してるような感じもあるんですよねちょっと面白かったんではいえっとこれ表情でただ止まって手を振ってるだけでそれがまる秒もあったえここちょっとねマーカーでしたねはいウィットさんの演技中に背後に時計があって分かった音と。 えっと、当時、記事で読んだ記憶が動画を見てきたんですけどどこに鳥居がと。 わからんとは思いました時計どうのことていうのはこのこののちょっと面白いですね、うん。前年のウエストサイドに比べると止まって休んでいるところが多いのは確かでした。えっと、僕、全然この辺のとこはちょっとよくわかんないんですけども、時、え、間、ー、があったら見ていこうと思います。ウ、え、ィ、ー、キペディアに行ってきましたトリプルフリップを女子で最初に飛んだ選手とあり、へえすごいですね。彼女結構すごいじゃないですか、そしたら。えー、びっくり飛んで 飛んでましたっけ？いくら探してもそれらしき演技見つかってません。もしかしたら、ま例えばあのフィンランーリアハイとかそういった大会なんじゃないかなとちょっと思うんですけどね。うん。えー、泊まって休んでいるシーンが多い。えー、すなわち地表電力が素晴らしい。見入っちゃうにつながっちゃうのはなんか昔の傾向のような気はしますね。 止まることフィギュア姿は氷なんだからこれ滑ることによって注目されたいのも止まることによって逆にねあの注目されるっていうのは少し面白い発見だなって思いますよね。あの羽生選手のフリースケーティング神の5秒ありますよね、あれもやっぱ止まってるんですよね止まっいるところで注目を浴びるっていうのは逆にねねあのうわーって、ね、ジャッジもお客さんも目が行くシーン、あの結構これもね面白い部分なんじゃないかなって僕は思ったりしますね。はい えー、そして、えっと、飯田様、えー、パダンパダンはピラフが適当に口ずさんでいた言葉です、えー、曲が出来上がるまでの、えー、詳細は前の動画にコメントしていますそうなんです、ね、あの飯田様ね、えー、前の動画にコメントして是非ね見ていただきたいと思うんですけども、えー、階段を表していないと思いますが、えー、この曲は出版まで、えー、いろんな難しいこともありピラフの恋愛も絡んでいてピラフには特別な曲ですと私が間違えていたらどなたか教えてくださいということなんですけどもねうんいやなんだか切なさを感じる なってこの歌詞からもも思いいまますねあの先ほどど言いましたけどフィギュアスケートって白くて寒いので余計にその情景っていうのは見えやすいんじゃないかなって思うんですよだからフィギュアスケートにね、あのー、誰かがこう滑ったら似合うし、まあ、羽生選手かどうかはあれですが、まあ、先ほど言ったように宇野昌磨選手はだって多分ね重厚感があるんじゃないかなってちょっと思ったりしたんで、はいえー、勝手に、ね、頭の中でこう想像されるんですけどもね、はい、そんな感じですね。 はい、えー、そして、飯田様、かぶさん、おはようございます、アンドこんにちは。えー、と僕がですねあのミシンをかけながらお話ししていたんで、お話ししながらミシン大丈夫ですかということは、結構ね、危なかったですよ。結構、おーって、まく、あ、あのーまあ、大丈夫ですけども、結構ね、注意しないと危ないときはありますね。はい、えー、私なら指まで縫ってしまいそう、えー。埼玉世界の後では あ世界選手権埼玉の後では3回転のことか4回転のことか分かりませんがフリップの練習頑張っていくと言っていましたよということなんですよねやはりフリップジャンプとしては羽生選手は2つの課題がまずあると思います1つ目はあのやはりエッジですよねあのフリップジャンプはインサイドでジャンプを飛ばなければいけないんですねそれがやっぱ羽生選手はアウトサイドになっちゃうというところがあってあるいはフラットですねそこを、ね、こう直すというところが1つ目あとは4回転ですよね4回転フリップジャンプ にしていくのかかどうかこれもやっぱりあの、まあ、求められるというか羽生選手のこだわりの中にあのこだわりの辞書の中にあるかどうかそれがねあのポイントになんじゃなかなと僕は思うんですよね。4回転アクセルの次にね注目したいジャンプでもあるかなとは思ったりはしてます。はい えーまあ、あの羽生選手のことですからフリップジャンプを置いていくということはないんじゃないかなと思っているので、えー、最近フリップジャンプ、ね、実は試合でやっていないんですよだから、あのー、そういったフリップジャンプをやるかどうかちょっと気にしていきたいと思います。はい はい、えー、そしてね、ミント2さん、あのー、これね、コメント、かなり、その、なんだろう、えー、かあのコメントがすごい驚愕だったんで、ちょっと後でね、一旦ここで動画を止めさせていただきますね。はい、えー、この後にまた視聴者交流会を続けていきたいと思います。あまりにも衝撃的なあのお話が出てきたんで、後でね、えー、紹介していきたいと思います。ありがとうございます。はい